図藩エヌルテウム図藩、根茎を示す、エヌルテウム候補ネゾクンファールは、水蓮化の水生植物。地下に太い根茎を持ち、葉や花茎を根質的に伸ばす。葉は、水中、水面、水上と三通りの形を持ち、花は丸っこくて、黄色か黄色をしている。干渉用に栽培されるほか、アルカロイドを含み、薬用ともされる。水中性の多年性相本。 根茎は、水底の泥の中にあって太くて長く、横に這い、色は白い。葉や花は、根茎の上に、螺旋状に出て、前年までのそれらの跡が茎の上に黒っぽく残る。葉の形に三通りがあるのがこの類の一つの特徴である。一つは、水中葉で、葉芯が薄い膜質になっており、その縁は大きく波打っている。二つ目は水面に浮かぶ浮き葉で、三つ目は、 水面から抜き出て空中に広がる水上葉である。普通は初めに水中葉が出て、それから次第に浮き葉や水上葉を発達させる。ただし水上葉をあまり出さないものもあり、不要すらほとんど出さないものも一種知られる。甲骨の花大きな学片の内側に並ぶ小さな花弁も見えている花は長い花程があり、普通は根茎から出て水上に抜き出て咲くが、 水面で咲く場合もある。いずれにせよ、花は、花形の先端に1個だけ生じる。学編は普通は5枚だが、時に8枚くらいになり、丸っこく大きく発達し、普通は黄色で、これが見かけ上では、花弁のようになっている。学編の外側はしばしば緑色を帯び、また開花が終わった後も残存している。花弁は、学編より小さくて多数ある。 おしべも多数あって、その柄にあたる花糸は幅が広く、約は内側に向く。めしべは多数の心側を持ち、それらが基部で融合した相生脂肪となっており、めしべの先端部は並んだ中等が平らな面を作り、中等板を形成している。これらの特徴はほぼ水蓮化に共通するものである。脂肪は上位で、この点では脂肪界であるオニバス族。 オオニバス族、死亡半壊である水連族とは異なっている。また本族では、中東は、戦場であり、中東万場に放射状に並んでいる。学名は、アラビア語のノファーに由来するとされ、ただしこの語は本来は、水連族に対する名称である。和名の方は、日本産の普通種である、コーホネエヌジャポニカに基づき、その語源には、諸説あり、一般には、 根形の様子から川骨とされるが、これには疑義がある。それについては候骨の記事を参照されたい。ヨーロッパからアジア、それに北アメリカと北半球の温帯域に分布する。種数については問題が大きい。本属の種には変異が多くて分類が難しいものが多いからである。ヨーロッパに算するのは、 エヌルテウムであるが、この種は広く、範囲を取ると、ユーラシア大陸から北、アメリカまで分布し、しかした数の独立種を立てる説もある。したがってその種数も、時代と出点によって大きな差があり、例えば、掘った他編では25種、伊藤では20種、園芸植物大辞典では10種ほどとなっている。さらに各のでは7から20種としている。なお大橋他編では、 世界で7から20種とあり、かつ日本産を6種としているので、少なく見た場合、日本に産種ない種は1種のみということになる。水蓮科には6族の植物が含まれ、いずれも水生植物で地中に根茎を持ち、水中葉や不要を出し、水面上に比較的大きな花をつける。その他特徴の部で述べたような共通の特徴がある。純菜科なども禁煙であるとされており、 範囲の区分には歴史的にかなりの出入りがあった。そのような中で本族の者のは本家に所属するのは当然と考えられつつも本族に特有のいくつかの特徴を有している。それはこの族の単系統制を認めるに十分な証拠となっている。ただし、これをもって本族単独で独立化を立てる説については出てはいるもののほぼ目殺されている。 なお、日本には、本属の種が多く、ユーラシアに広く分布する、ネムルコウホネ以外は、日本固有種か、その周辺地域までしか分布がない。現在では、日本産は6種とされており、さらに7種であるとの説もあり、また近年には、本属で、初のほぼ完全に沈水性の種である、下付けコウホネへのサブマースさが発見されてもいる。いずれにせよ、 日本という極東のごく狭い地域には、世界の他の地域に見られないような本族の多様化が起こっていることになるが、その理由は全くわかっていない。本族そのものは確実に認められてきたが、族内の分類には混迷が多かった。本族を指して、水蓮化の中で最も手に負えない族との評さえある。本族のものは、形態的な変異がとても大きく、 それらの間での雑種が多く形成されていると思われること、また染色体数がどれも同じであることなどから、極端な考えでは、例えばビールは1956年に、それまで記載されていた22から25の分類群を、すべて一つの種 A ヌルティアにまとめてその下に Q の足を認めた。日本においても、例えば書くのには、本属のものについて分類上の特徴として、 従来重視されてきた特徴に変異が大きくて、種の判断が困難であることを記してある。これについてはその後に研究が進み、日本産のものでは多くの問題が解決されてきている。いかにパジェットへ通ると書くのに挙げられている種を示しておく。害となる点はない。利用としては干渉用に栽培される。大きくなるものなので、庭園の池などに鉢植えを沈めて栽培される。 しかし、沈水用を水槽内で干渉することも可能で、人工照明の下ではその状態で維持できる。日本では、高骨エヌジャポニカは庭園などに栽培され、特に火色が赤い品種、ベニコーホ骨エフルブロティンクタは、干渉価値が高く評価される。欧米では、本属のものをスパッタードッグ、イエローウォーターリリーなどと呼び、屋外の池や水槽などで栽培する。 また薬用としても用いられる。日本では、高骨及び眠ろ高骨の根茎を乾燥させたもの、通常は2つに縦に割いたものを、高骨と呼び、これには、セスキテルペン系のアルカロイドが含まれ、成分として、ヌファリジン、デオキシヌファリジン、ヌファラミン、ヌファミン、アンドロヌファミンなどが知られる。工用としては、利尿、利水の効果があり、不腫、打撲などに、 また上血薬として、三前酸を月経不順、血の道症などに、また鎮静剤として、婦人の神経興奮状態に使用する。他に、体力増進の効果があるとして、疲労回復に、発汗剤として、風邪薬に、検疫薬として、胃腸薬に用いる。他に根茎を食べることもできるとされ、中国では、強作時に、穀物の代用になるとされている。 以下、主として伊藤、P13 大橋ほか編、ん、P46 大橋ほか編、ん、P46 園芸植物大辞典、P841 伊藤、P13 掘ったほかへん、P728 伊藤、P13 角の、P112 大橋ほか編、ん、P47 以上、大橋ほか編、ん、P46 この節、パジェットへ通る、P1316 角の、 P113 大橋保加編、P4 角の P41 引用を含めて、パジェットへ通る、P1316 角の P112 園芸植物大辞典、P841 角の P40 中村編、P346 園芸植物大辞典、P841 から842園芸植物大辞典、P841。ありがとうございます。